ここからは政府や日銀が目指す経済好循環のシナリオは画解することになるのか伺っていきます政府や日銀が目指している好循環サイクルがこちらですこのようなサイクルになっています 物価上昇率を超える賃上げを実現することで所得が増えて家計が潤うことにすると購買意欲が高まって消費が拡大需要が高まることで適切な価格転嫁による物価上昇が起こりまして企業の投資アップや業績アップつながりますそしてですね企業が成長することによってさらなる賃上げが実現するというこういったサイクルになっているんですが木内さん この円安や原油高が続くとなりますとこの好循環サイクルが解いするということに見ていいらっしゃいますかまあ物価高で消費は弱いですけどもだいぶ強調したのでちょっとがかいとまたはあのそこまではちょっとないかなとは思いますが、まあ、なかなかうまくいかないと、はあ、あのもちろんこれ以外にアメリカ経済が強いとか具体、はい、的な要因もあるので。はいうん 逆さ,さま日本経済落ちていくかどうかは分からないんですけども期待されたようにですね賃金も上がってようやくこう消費も強くなってとっていうのがまあだいぶこう風向きが怪しくなったなというのが現状だと思いますね。とここにあるのは賃金が上がってえっとまあ物価も上がってということなんですけども実は物価と賃金両方上がっていってもですね生活は良くならないので重要なのは実質賃金が上がるかということなんですね。それはは一時的には賃金交渉で 賃金を上げれば実質賃金は上がるんですけども、それは持続的ではないので、やっぱり嫌われますけど、やっぱり生産性が上がらないと、持続的には実質賃金が上がっていないと、僕、嫌ってのちょっと抽象的な言葉なんで、そういうこなんですけども、やっぱりその実質の部分が変わらないと、ですね経済ってやっぱり良くならないんですね。今 世の中変わったなっていう感覚があるのはすべて名目値なわけです。それ物価が40年ぶりの高さだったり、えっ、ー、とあの円が34年ぶりの安さだったりですね、株価がもう30何年ぶりの高さだったり、えー、地価の上昇も30何年ぶりだったり。まあこれだけ見るとなんか日本は あのまあ、デフレックが抜け出したなって感じなんですが、うん、全て名目地なんですよねうん、うんで、実質値はどうかというと経済はマイナス成長がついているということなので、はいはい、やっぱり実質値を良くしないといけないと、うんで、これを長い目で見てここがちゃんとこう成長していくためには例えば人口が増えとか、うん、あの出生率が上がるとかあるいは外国人をもっと活用するとかしてこう生産性をあの成長率のトレンドを上げていくと。うん それが見えてくると企業はもっと投資をするようになるのでそうすると労働生産性の上昇も上がってくるとこういった循環に持っていかなくちゃいけないということだと思うんですね足元の物価と賃金が両方上がっているのでよくなったなって言ってじゃあしばらく待とうかじゃなくてやっぱり地道な生産性向上努力は企業も政府も個人もやっぱりやらなくちゃいけないとそれは中小企業も零細企業も含めてやらなくちゃいけないと。ここで抜いちゃう 私はたぶん行かないいけないんだろうなとは思います、ね。キさんね、二つ一つは要するに、うん、デフレの時代の自民党のリーダーの人たち、総理になった総理なんか特にそうなんですけれども、うん、あの景気は気だっていう人もいたし、まあ同じ人が名目なんだよ。誰のことか分かるとすぐ分かっちゃうんだけど、<laughs> あれはダメ？景気は気ではないです。あ違う。名目なんだよと。 数字が大きくなったら、うん、気が大きくなって金使うだろうってあれはダメあのそれは経済学的にはそれはないですねつま<ー>り物価が上がって先行き物価が上がるだろうと思った時には先行き賃金も上がるだろうっいうたいになるので、はいはい、実質賃金の見方は変わらなければ消費は変わらないわけですねなので、まあ、デフレ脱却の策としてですね、うん 価格を何,何にしても物価を上げるとインフレ期待を高めるというのは確かにこの10年間、そういう議論も出てきたし、はい、今日本銀行もそういうことも言ったし、はいうん、アベノミクスもそういうこと言ったんですが私、はい、は基本的には,それは正しくないというふうに思います、はあ、そうではなくてやっぱりこう実際のこう経済とか生産性とか高まらないとです、ねうん、期待だけでと、えー、いうのはまあ難しい、ただうん、うん、成長のの期待を高めるのは重要だと思いますねそれは名目が先に動くからそれはでも実質の成長期待ですね。<laughs> です僕,僕はちょっちょっその言葉が頭の中にの織物のように沈殿しているんで名目が動けばなんかその後実質も続いて引っ張られて動か上がったら消費が強くなっていうのはう私は根拠はない、経済学の消費の理論にするのはないですから基本的には個人消費がどうやってあふれるかは公言した総理とか副,副総理財務大臣みたいな人いたわけじゃないですか。 そういう人たちは一体、木内さんが見ると、どう見えるんですか間違っっていると思ますすねねあさりで価格が上がったら消費が増えるように思っているのは、例えば消費税が上がるときに、各国民の消費が増える、それでも持続的に消費が強くなるわけじゃなくて、消費のタイミングをずらすだけの話であって、ですね基本的にはインフレ期待が高まったら消費が増えるということはないということなんですね。 物価の上昇率を上回る賃金が思ったらよりも増えてくるなと思ったら消費を増やす,す、うんうん、そういうことがなければです、ね、あの賃金も物価も同じだけ上がると思ったら別に消費を増やさないです、ねうん、それから先ほどの話のように定額減税のような、はい、一時的にこう、まあ、あの減税してもらっても、うん、自分の一生ほど長いとかすると何十年のうちだとごくわずかな。 消費というのはやっぱりこうライフサイクルで考えて、うん、今の消費も決めているわけですから、はい、そういうのは基本的には役に立たないと、まあ、いうことだと思いますあのちょっとぐらいいい,い,い,いい話いいうかこれはちょっとこう評価できるよという結果ってないんですか <laughs>、あのー、結構ないんですけど、まあ、私が今の<い>まあ経済政策でいうとやっぱり労働市場改革が。 あの一番評価できるかなと思ってます、ね。じゃ、それをもっと進めるべきであると。労働市場改革の考え方はですね。はい、あの構造的賃上げということをまきしださないって,て。て、はいはい、それは正しいと思いますね。あの、つまり。えっと、無理やり賃金を上げるんじゃなくて。まあ、自然と実質賃金が上がっていくような経済環境を作ると、はい。自然と実質賃金が上がっていく環境はどうなって作らればいいかというと、やっぱり労働生産性。がで、労働生産性を上げるためには、まずリスキリングで働き手が、はい。 低いですね、こう技能を磨くとさら、はい、に技能に見合ってです、ね、賃金がまず得られるような形にしないとやる気も出てこないので、はい、まあそこでジョブ型の日本的なジョブ型の賃金体系に移っていくとさらにです、ね、あのいろんな技能例えば IT 技能を身につけてもその企業に働いていると能力は生かせないと。 そうすると転職して別の産業とか別の企業に行くことによってその能力が活用されてそういった人の動きがですね、うん、まあ産業構造の高度化をつくっていくと、うん、全体としての生産性が上がって、うん、全ての人のですね実質に上がるような環境になっていくですからあのこう三位一体の労働市場改革っていうのはそれは私は正しいと思うので、うん、まあ あのぜひこれからあのやってほしいなとまだあんまり稼働はしてないんですけど。進んないですよ。だってそれより前にそれこそ四万円の定額減税とか、はい、他のそのなんか見た目派手なすぐ効果がありそうに見えるこれまでの伝統的な手法を政治はずっと重ねてきしてるわけじゃないですか。えー、えー、そうなんです。ただあの少子化対策は正しいと思うんですよ。あの今の少子化対策は効果がどれだけあるかはちょっと疑問ですけども、つまり少子化対策自体もですね将来の まあ人口増加まで1回おかかりますがまあ人口の減少のペースがそれによってえ落ちていくということになると将来の成長期待が高まるので成長期待を高めるためには少子化対策はまあ重要だとただ、児童手当を増やすだけだとちょっと効果はあまりないだろうなと思うんですまあとりあえず少子化対策はもう固まっちゃったので。 まあぜひ次はやっぱり労働省改革をしっかりといいうふうふには思います今みたいなお話の,その前提になるような岸田さんの発言というのはこここあったわけですよこれはこの間の28日の記者会見の時の今年、物価上昇を上回る所得を必ず実現するでこれは要するに春闘プラス定額減税4万円、はい、まあ来年以降、物価上昇を上回る賃上げを定着させるこれは要するに定額減税という下駄なしで物価上昇率を超えるような話というのはこれは。 先月の28日にこういうことを言っていて今日の番組、ここまでの話っていうのはこれも完全に崩壊しているという前提でお話を伺っているような気がするんですけれども加谷、うん、さん、この総理の,なんていうのグランドデザインビジョン、うんはい、どうご覧になりますかあのこのね、はい、循環サイクルありますが、ねはい、岸田さんおっしゃっているのはまず賃金を上げれば。はいはい あの所得が上がるんで消費が増えて、はい、で企業も設備投資拡大するから、うん、また賃金が上がるっていうサイクルを狙ってたって話ですよね。はいうん、なのでと、とりあえずとりあえず賃上げしろって言った、はい、だけど、今なんかちょっと瓦解しそうになってると。うん とというこになる来年も無理やり賃上げしてもですね企業としては原資がないわけだから息切れする可能性結構高いないんですか内部留保490兆とかってそれでね木内さんおっしゃっていることは全くその通りで正論で1ミリも異論はありません、私ただあえて反町さんのご期待に応えて別いいですよ普通にどうぞ名目値が上がってかいいことはないのかと唯一あるとすると企業は現金持っていると損するんです。よあ だってあの物価が上がっていっちゃったら追いつかないから現金持ってると損するとこれをただまあ海外の証券投資,家に投資とかに回されないように、うん、国内のイノベーションにちゃんと投資をしてもらえるように誘導できれば、うん、木内さんがおっしゃってるような企業の生産性のアップから好循環というサイクルは実現できるわけですよね。そこにいかに政府が持ってこれるか、はい、まあだからそういう意味ではちょっと乱暴ですけど、はい、法人税の優遇税制の措置とかを、はい。はい やっぱりね、あのいい方向のイノベーションに働くように、既得権益はちょっと忘れてもらって。ちょっとその優遇税制の組み直しとか、まあ、私やった方がいいんじゃないかと思います。あの、自民党の先生方に聞くと、その投資優遇税制やってるよ。っていうふうに。でね、これね、マクロ的なもので、あの租税特別措置って言って、個別の企業をとに、これは免税ってね、あるんですよ。これ、あんまり自民党の先生方言いたくないんですよね。あの、結構政治利権になってるんで。 なのでね、ね、はいはい、これやっぱりもう意味をなくしているものもあるんですてもう1回ゼロベースでどこの企業に優遇税制をしたらいいかっていうのをもう1回ちゃんとゼロベースで考えるということをやってみると相当、設備投資の効果が上がってくるんじゃないですかね、はあ、そうすると貴一さんおっしゃっているような好循環を実現できるかもしれない今、うん、の今のさんのお話からすると要するに今の今政府が、ね、やっている補助金の制度とか景気対策とかっていうのは どううこうこうなんかこう無駄な積み増しとむ無駄な予算の付け,付け回しみたいなところばっかり多くて肝になるところに打ってないよっていうふうに聞こえるんですけど。うん いいんですかそれで、うん、あのそうな,なりつつあるって感じですねだから昭和の時代にはあれも結構あの<う>意味があったわけですよねりましたよねなのでちゃんと輸出産業が、はい、あの儲かるようにとか、はいまあ、いろいろデザインしてたんですが、はい、もうこれだけ経済の構造が変わってるのに、はい、前と同じ優遇税制のままっていうのはちょっといかがなものかというのがありますからここは時代に合わせてここ柔軟に変えていく必要があるんじゃないかと。 それれができればやっぱり設備投資増えますよねなるほ佐野さん、いかがですかこの岸田さんの計画この通りにいけばいいんですけども、ねはい、そもそもね好循環サイクルに僕はちょっと疑問があるのは賃上げをしてね所得アップをしますそれが消費拡大につながると言ってるけれども、はい、そんなにね将来に自信がないとですね、うん、消費はしませんよ、うん、だから所得アップしたって貯金しちゃう。お それから企業の方も業績がアップしたって将来に先行き不安があったらばとりあえず殴る方しちゃう今までそうしちゃうです,ずっとそうですね、はい、ですから、そういうような形からすると、ね、まずこの好循環サイクルとおっしゃっているそのものが、ねはい、ちょっとあの問題がある疑問があるんじゃないのかなとうう思うわけです。はあ そしてこういったことをやっぱり解消していくためにはね、はい、あのやはりですね、僕はねあの、えー、少量変量でもいいから高品質で、はい、あの多品種で高利潤が取れるようなビジネスをやっていく。うん、すなわち量規模の経済性じゃなくてね、はい、質の経済性に切り替えていくようなね、体質改善というのを日本はやっていくべきだと思うんです。でその時の主役になるのが中堅中小企業だと思うんですよ。うん、でそういったところへ力をどんどん与えていくような形でのね、うん、その政策転換。 っていうのをしていけば、うん、あのそこから儲かる利順ってこのサイクルに入ってくるようなものがね、はいうん、生まれてくると思うので、うんうん、そういう底辺のところにこの循環を起こさせれば回ってくるさださんです、ねうん、三三例えば先ほどの,その大企業が中小企業に対して僕もさださん語で言うと義にね、はい、義というものを大企業というものがもうちょっとこう発揮するようになるとかないしは役所や公取りがきちっと監視するアドバイスをするというようなシステムができるすることによって。 まあ、価格転嫁とかあの不公正なものというものが排除されで中小企業が伸び伸び海外市場も含めていうこのビジョン、はい、これをもしもその政府がもっと今よりも踏み込んでやるようなことをしや,るやる方向になった場合に、ねはい、大企業が、はい、それこそ要するにこう日本から逃げ出す可能性、はいはい、こうちょっと言いづらくなったよねそ、はい、そういういいいい可能性はないんんででですかれもね日本オリジンの無国籍企業になっていって活躍していただければいいんです。はいで 中堅中小企業さんには日本にいながらにして外貨を稼ぐような企業になっていただいて税金も払ってもらって雇用機会も作ってもらうような形です、うん、そういう、ね、二重構造にしていけば、ね、日本は、ね、十分に生き残れると思うんですでその時に人口を別に増やすわけじゃなくてですね、はいうん、減っていく自然減していくわけでしょだから自然減していくんだったら自然減していく中で生産性を上げるすなわちそれは自動化省力化で機械化で。はい それでやりながら人は人しかできないような仕事をやるような方向に持っていけばはは上がるはずですよねでそれを最後は高く売らなくちゃいけないその高く売りに行くところでのちょっとノウハウというのは日本はこれから勉強しなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですけどもねあまりにもばらよろすぎて今の現状から比較するとちょっいわくイメージできないというか信じがたいんですけれども、はいはい、今、そこまで真剣に考えている人って、まあ、伊藤達也さんも考え,考えていらっしゃるんでしょうけれども。ええええ 政府としてそこまで本気で取り組んでいるというふうに僕らうん考,えてん考えないですね。<laughs> ちょっと待ってください。そうなんですよ。よだから,、はい、だ,からだからこそねそういうものをね、はい、だからこそ今そういうものをビジョン発表してもらったらば、うん、国民だってですねそれに向かっていこうという気持ちになってくると思うんです。うん、そういうねあのそういう気は景気によくいい影響を与えてくると思うその気は景気にいい影響を与えてくると思うんです。 ここからは円安や物価上昇が続く中日銀が果たせる役割について伺っていきます先週、日銀の上田総裁はこのような発言を行いました。こちらです 19日、ワシントンのピーターソン国際研究所での講演で、基調的に物価の上昇が続けば、利上げの可能性が非常に高くなると述べ、金融政策の変更の可能性を示しました木内さん、上田総裁は利上げの可能性にも言及しましたけれども、円安、それから物価上昇が続く中で、日銀が果たせる役割については、どうお考えですか。うん、あのまず為替をそうあの 可能性をこう操作するのは難しいんですけどもただ、今の円安というのは確かにあの日本経済にとってマイナスですしまあ世界にとってもまあ実は円安といえばドル高なんでアメリカ以外の国はですねあのやっぱりまた輸入物価が上がったりとかですねあるいは今日ですがインドネシアなどが利上げしてますけどもあのこれは通貨防衛のために利上げなんです。ね景気は悪いけども あの通貨安がどんどん進むとですね、うん、あの輸入物価も上昇しちゃうし、はいはい、もしかしたらお金が外に出ていっちゃうかもしれないってしょうがないんで景気を犠牲にしながらでも利上げしなくちゃいけないと、はいまあ、こうやってやってると世界経済がどんどん悪くなっていきますから、うん、あのやっぱり行き過ぎた円安どうだかは、ド高ダカはなんとか抑えなくちゃいけないという為替っていうのはまあ政府があの、えー、と担当してるので、うん、まあ政府としては為替介入で止めるっていうのは一つですね。で、うんうんうん 中央銀行、まあ日本銀行はですね、うん、あの為替はあの緩和ではないんですけども、はい、やっぱり今の上田総裁は円安の経済とか物価に与えるマイナス面を非常にこう注目していると、はい、まあこれがあのちょっと前の総裁から変わったところなんですけども、うん、なのでこういう発言が出てくるということですね。うんうん、あのまあ基本的には金融政策っていうのは国内の経済とか物価の動向を見ながら決めるんですけども、うん、えっと場合によっては。 円安が進んで物価に大きな影響が出てくれば利上げの可能性が高くなるということを言うことによって円安を抑えるまあ口先介入をしていると,いうことですね特に先週ワシントンに行った時にはそういう発言を2回ぐらいしてですねまあなんとかこう円安を食い止めたという面もあったと思いますがただ まあ実際の利上げという実弾がない中だとですね、うん、そんなにこう効果があるわけではなくてそれ、うん、からまあ3月にこう日本銀行マイナス金に解除して今週、決定会合があの目期にありますけども,、うん、もう今週、追加以外はやったらちょっとできないのでやっぱり金利引き上げるってこと自体がもちろん円安阻止の効果はあるんですけども、はい、今のタイミングはやっぱりできないのでちょっと政府が頑張らなくちゃいけないということで、うん、おそらく為替介入はもう間もなく。 為替介入は時間をかかる政策なんですそれだけで為替の流れは変えられないんですけども、うん、2>, 2年前の為替介入の時でいうと4円ぐらいはこう、うん、一時的に動かすことができるので、うん、まあその後はまは日本銀行が経済状況は許せばですけども、はい、まあ利上げをしていくということで政府の為替介入と日本銀行の金利引き上げっていうのを両方合わせることによって効果を高めていくと、うんでえー、上田総裁になってからその政府と。 日本銀行がです、ねはい、連携して為替安定に、えー、ためにこう政策を行うという姿勢は非常に強まっている、うん、ということなので、うん、それなりの効果はやっぱりあるのではないかなというふうには思います政府が短期の介入をやって、うん、で金利をいじるとしたらそれ日銀の手法だとその連携によって為替もインフレも まあまあ結局、原因がインフレで原因が為替的インフレになってるわけですからそのパッケージで要するに抑えることができるだろうというそんなの効果が出るために、ね、その僕らはどう日銀の政策判断のどこに注目していったらいいのか。 まあただ、簡単ではないのはですね景気が悪くなってしまったらそうはいっても利上げはできないということとあと、先週の金曜日に日経平均があの一時期1300円ぐらい下がりましたねあれはつまり円安が進んでそうすると日本銀行の追加利上げが早まるんじゃないかとまあいう期待もあってそうなったので。 日本銀行としてはです、ね、こうもしかしたら金に上げるぞという口先管理をするんですけども、はい、そこが効きすぎちゃうとです、ね、株価が大きく下がってしまうと、はい、いうことで今、若干板挟みになっていると例えば、うん、えっと今週、まあ、上田総裁日本に戻ってきて国会とかで話してる、はいるトーンでいうとです、ね、またやっぱり若干、トーンがまあ弱まったなとすぐ利上げという感じじゃなくてです、ね、だからそれは為替の動きを見ながら調整するんですけども、うんうん 円安の方向に配慮すると株が下がってしまうみたいですね、はい、ちょっとそういう難しいところはあるんじゃないかなと思います。うん、ですから万能薬ではないってことでですね万能薬ではない、はい、その中で要するにじゃあイ,ンフレをインフレに懸念とそのデフレ景気が悪いのに物価が上がっていくような状況にね。はい これからこう日銀の政策移管によってはそういう状況に陥りかねないという話に聞こえますその通りなんですけどもそれはあのそこまで本格的なスタグフレーションかどうかは分からないわけですね、うん、これ例えばアメリカ経済が比較的しっかりしているのであればまあなんとか輸出に支える、今でもそうだと思いますけどもまあそうするとそこまで景気が悪くならないので日本銀行としては為替の動きを見ながら少しずつ金を上げることができるかもしれない。で 一方で逆にアメリカ経済が悪くなってしまったらどうなるかというとこれは円安が終わるので円高の方向に向かっていくのでその面からの物価上昇とか圧力は弱まるということなのでお先真っ暗というわけではないということですねそれとアメリカの動向とやっぱり日本ではコントロールできないので結局やっぱり為替レートというのはかなりの部分半分以上はアメリカの要因決まっているわけですから。 まあそこ,はこう事前に。 こういう方向だっていうのを決め打ちして政策をするってのはやっぱりできないっていうことだと思うんですね。まあなんでも難しいと思いますよ。事前にきちっと日米の間でこう逃るってことはできないんですか。できないです、ね。できない <laughs>。あの別にアメリカは日本だけの言うことを聞く必要がないわけですね。で,、はい、で今その韓国とまあ日韓あとアメリカの財務あの大臣会合でカースト安定についてもこう確認したと。それからまあ G7G20 でもですね、はい、カースト安定は重要だと。これはまあ日本側がこう張り掛け 与えたわけですね。うん、あのまあ、そういったこう国際協調で何とか円安に弾みをかけたいでもまあ、うまくいかなかったとその時にはあのいわゆる為替介入をするための一種のこうダントとしてですね、うんうん、あの他の国でもこう為替のボラティリティが高い状況はよろしくないとみんな言ってるとだから日本も単独で為替介入をしますとで昨日鈴木財務大臣がですね、はい、あの環境は整ったと考ええっとこれ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  プライライティってそういうことをですね。あのまあそういう会合とかで他の国とも調整して、えっとまあ為替の過度な変動ってのは経済にマイナスだってことをまあみんな認識したと。まあそれ一種のこう免財負で為替加入できると。まあそうあの整ったってことだとかですね。いうのは相当踏み込んだ言葉なんで。これはもう為替加入マズかっていうことだと。今のお話がわってると、もう要するに口先とか。 ポーズでやれることはもう全部やり尽くしたとといいうふううううふに聞こえますそ、えっと、それはそういう感じだと思いますねもあとは行動するかしないけど、まあ、要するにこれ以上口で口先とかポーズで身振り手振りや口振り口先で何かやろうとしてももうマーケットが反応しない状況にまでなっているんだとううでいいで、ね、そうですね、まあ、本当は152円が非常に重要なポイントでそこを守ろうとしたんですけどもアメリカの経済指標とかでこう抜けちゃったと、うん、でそこで介入してもよかったんですけど、うんまあ、G20 とかですねあるいは抜けた時には まあ、あの岸田さんが訪米していてバイデンさんとこう会談をしていて記者会見を回る時に日本を介入するってア,アメリカはです、ね、やっぱり為替介入はできればし,たくないしてほしくないということなので、うん、まあそのタイミングでその国賓待遇で歓待されている時にです、ね、日本で為替介入して岸田さんが あのアメリカで弁明しなくちゃいけないという、やっぱりそういう状況は作られなかったということで、介入ができなかったそれ政治的配慮によって経済を犠牲にしたというふうに聞こえます。まあ短期的ね先週はやっぱり G20 とかあるのでまあ、G7、G20 があの先週あったんで、その前に介入すると、そこで日本も批判されたりするんで、とりあえずそれはやらないけれども、みんなで為替の安定、重要だということを確認したっていう、地ならしをした上で。 多分もう介入は間近だと思います、ね。解散日銀の果たす役割、果たすべき役割、ないしはできること、これちょっと違うんですよね。果たすべき役割というのはやれること、はい、ここを僕らどういうふうに見たらいいんですか。あの、まあ、やっぱりね、目下円安がものすごい重要になってきちゃったので、その日銀がどこまで為替、まあ、もともと為替関係ない、あの、まあ、組織なわけですから。うんはい、まあ、であるにもかかわらず、どこまで為替にコミットしなきゃいけないかと。うん、今、やっぱりコミットしなきゃいけなくなっちゃってるわけですよね。うんうん、あの、投資家はね、もうとにかく、うん。 いつ介入があるのかっていうので待ってるわけですよ。<ー>介入があると一旦ドル高になりますよね。はい、したらまたそこで仕込もうと思ってる投資家っていっぱいいるので、うん、ある意味待ってるわけですよね。時間稼ぎのあの期間はそんなに長くないと思った方がいいと思います。うん、仮に介入したとしてもですね。佐野さん。はい。 そそういううういいここととです為替の介入っていうのはですね今の場合で言えば円高にしたい介入でしょだから方向性は見えてるわけですで政府が入れてくるからいくら入れてくるか大体分かるわけですから僕らはマーケットで反対側で逆張りしておいてあ来た来たなって言って食べてしまう。なんかすっ <laughs> こういうなんか残念な話に聞こえ。るんいやいや、残念な話、だだから。そういう意味からもね、本来は為替介入っていうのは。口先介入でとどめておくべきだと思うんですけども、それができないから仕方がないからやる。で、やら、やって効果がないわけじゃないです。それだって、一旦押し戻すから、時間稼ぎはできますよね。でも、今、加谷先生言われたように、今回はそんなに時間稼ぎできないんじゃないかなと思うんですよ。時間稼ぎというのは、どのくらい稼げるものなん。いや、だから、それは地合いによって違いますけれども、今回の場合は、割と僕すぐに戻されちゃ。う すぐに行ってどのくらい1週間ぐらいも持たないかもしれない、えー、だって次の金融政策決定会合ぐらいまではなんかじわっと匂いぐらい残っててほしいと僕ううは金融庁の話を聞いてるのを思ったんですけれどもえでもそれは僕は持たないと思いますだからそこでさっきの,あの利上げの可能性とかそういったものをほのめかせながら合わせ技で、ね、ちょっとマーケットをとどめさせるとの1週間ぐらいの間にいろんなことをこうう投入していかないといけないんです、ねはいいけないと僕は思います。うん そして、ね、このさっきから日銀さんの役割って為替は違うとおっしゃられているけど、はい、僕は、ね、違わないと思うんですなぜならば、うん、今、輸入インフレによって物価が上がっているという現状が起こっているわけで、うん、通貨の番人であるところの日銀さんのこれ、はい、テリトリーです。それを収める収めるために、うん 金利を上げて今、金利差が注目されているで金利を上げて金利差が縮まることによって円高がとどまるそれが輸入インフレを抑えるということであれば僕は日銀の仕事だと思いますよ。それはですからそういうふうに考えていってね日銀さんというのはここでねやっぱり利上げをするメリットとディメリットというのをトータルで考えていただきたい。考えるとですね 利上げをした時のデメリットってもちろん経,経済全体に、ね、悪影響はあるんですよあるんだけれどもちょっとねちょっと本当にあの短期的に見るとですね、はい、借りてる人はそれで助かるけれども、はい、借りてない人関係ないじゃないですかでも為替輸入インフレは国民全部に関係あるじゃないですかなるほど,とどっちの優先順位が高いかなっていうと、うん、僕はやっぱり為替レートを調整して物価を安定させた方が、うんうん、あ国民全体のためにはいいんじゃないのかなっていうふうに 僕はそういういうに考えるだから日銀さんはこれはディメリットを考えてでもちょっとだけ利上げした方がいいんじゃないかなというようなことを思いますけどねそれでは日本経済に好循環を生むためにと題してご提言をいただきますますずは真田さんお願いします。 自力再生、うん、あの私は、ねうん、あのアメリカ経済も決していいと思ってないんです五、うん、5.5の金利水準ということはマーケットで借りる水準は7%ぐらいになっている、はい、すると、うん、これが、ね、あのもう不良債権問題を、ね、じわじわと作り始めているんですよ。よ、うんうん だから SNS なんかで見ていただくとアメリカの住宅ローンの問題で不良債権問題が出てきて地方銀行が危うくなってきているとそれによって新サブプライムローン問題新リーマンショックといったリスクだって年内に起こるかもしれないそういったことを考えた時にねアメリカは関係なくとにかく日本が頑張るんだという自力再生の意欲というものを木内さん、お願いします。 はいまあ、短期的には円安、<ー>加算っていって重要なんですけども、もう、はい、ちょっと長い目で見るとですね、はい、やっぱりこう。 あの日本経済はもっと自主的に強くなるというのが重要で、そのためには、やっぱりこう積極的に日本の市場というのは成長していくんだというふうに企業が思ってもらうと、そうすると、設備投資も国内であり、その結果として労働生産性上昇率も高まって、実質資金も高まってくるということなんでま、まさに成長戦略を進めて、いろいろありますけれども、少子化対策もありますし、インバウンド戦略もやってほしいとは思うんですけれども、例えば外国人のですね活用ですね、今、政府も動いてますけれども、はい、 より長く日本、うん、外国の人に来てもらうと、うん、まあ円安がすごく下がったになってしまう可能性もあるんですけども、まあこういう形で,です、ねうん、日本の市場が成長するって期待を高めるということがまず第一歩じゃなないいかなと思いますでは加谷さん、お願いします。はい お二方とと近いと思うんですが企業投資ですね、うん、やっぱり企業が積極的に設備投資をして、うん、まあそれでお金が国内に回って賃金が上がるという循環がまあ発生しないとやっぱり経済って伸びないわけですよね。うん、でこれをいかに高めるかというところをもう今後の政府は本当にフォーカスすべきだと思います。うんうんうん